はようございます。おはようございます。曲がんな馬が、昨日はね、家始まって以来の忙しさでした。家帰ったのも10時過ぎちゃいました、夜ね。で、今日は少し楽できればいいなと思ったら、今日は土砂降りの雨ですね。もう大変です。はい、今日は7月1日の朝、もう1年も半分終わっちゃいましたね。はい、言うの忘れたけど、まあいいや。そうですね、今日のブログのタイトルなんですけども、絶滅危惧種フィリピンパブジョウね。それと、またちょっと地元のフィリピンパブ情報みたいのも織り交ぜて、お伝えしようかなって思ってます。では、センター、それから、高柳駅経由、行きたいと思います。レッツゴー。お疲れ様です。はい、今日は、ですね、新松戸にマリちゃんを迎えに来てます。なんかね、また朝ね、午前中すごいスコールみたいな感じでずっと降ってて、昼間やみかけたんだけどまた降ってきましたね。明日も一日雨みたいですね。今ね、新松戸のパッチワークの横のところで、ブログ撮ってます。パッチワークさんの横です。フィリピンレストランです。まずパッチワークさん、パッチワークさんはね、予約制じゃないけど電話したら開けてくれるみたいで、表向きは、休んでる形みたいになってます。はい、そんな感じでした。テイクアウトじゃなくて、テイクアウトと、あと、電話してお店で食べたいって言えばなんか開けてくれるみたいだけど、表向きは、なんか休んでるみたいな感じ、になってます。はい、今日の、ブログのテーマなんですけど、フィリピンパブジョウが絶滅危惧種じゃないの、絶滅危惧種じゃないのフィリピンパブジョウっていうタイトルと、あとおまけで、地元のフィリピン系のお店の現状をちょっとお話したいと思います。はい、何、絶滅危惧種、絶滅危惧種なんで、あのね、まあ後でいろいろお店のことは話すんですけど、今結局コロナの、まん延防止だったり、緊急事態宣言でもうお店がずっとこの何だろう、半年ぐらい閉まってる状態が続いてる中で、まあ、地元、自分の地元のところはまだね、閉店情報っていうのは聞いてないんですけども、まあ、船橋市とか、なんか小岩あたりの情報だと、結構もうお店を辞める、閉めてしまうっていう話も出てる。それからあとはもう、やっぱり船橋あたりの情報を聞いたんですけども、7軒ぐらいフィリピン系のお店あったけど、やっぱりそのうち3軒ぐらいがもうクローズ、閉めてしまう。で、今もお店、やってるお店もあれば、やってないお店もあるんですけども、やってないお店に勤めてるフィリピンパブ嬢は、もう昼間、倉庫だったり、工場だったり、ベッドメイキングの仕事をし始めてる。で、このまま、またコロナがね、今、増え始めてるじゃないですか、リバウンドで、オリンピック前にね。その状態の中で、またこれからしばらくお店閉める。7月11日じゃないの、その後もまた続くのってなってくると、やっぱりね、女の子たちもパブ嬢たちも、もうフィリピンパブで生計を立てるのが厳しいなって思って、昼間の仕事、もしくはベッドメイクとかの仕事をもう本業の方にするようになってきちゃうと思う。うん、だってこれもうなんだかんだ言ってコロナもう1年半でしょ、お店やったりやんなかったりでしょ。で、お客さんだって前から比べたら減ってるわけじゃないですか。そうなってくると、やっぱりね、フィリピンパブのお店ではもう生計が立てられない、仕送りもできないって思うフィリピーナは、もう昼間の仕事にスイッチしていく。もうそういう状況じゃないのかなっていうふうに思う。ね。そうすると、まあお店の方も、
まあこれからまあいつお店がまた復活するかっつうと、もう秋以降とか早くてもやっぱり秋以降のような気がするんですよ。でもそうなった時点で、女の子が戻ってこなかったりとか、で逆にもう店を閉めてしまおうっていうオーナーもいたりとかで、これから多分フィリピンパブの件数もしくは、フィリピン系の居酒屋さんとかスナックの件数は減ることはあっても増えることはないと思うんですよ。ね、女の子がいない、来ないっていうこともあるだろうし、まあこの低迷がずっと続いちゃってる中で、まあ政府の方も、あの支援金、補助給付金か、これも支払いが遅れてる状態の中で、これをいつまで続けてればいいのかわからない状態の中で、まあオーナーさんも撤退していくんじゃないのかな。まあ増えることはないけど減っていくことはあるんじゃないのかなって思うし、女の子も昼間の仕事にスイッチしてそっちの方が安定してるって思ったらもうそっちの方に、比重を移しちゃう、もしくはもうお店行ったとしても休みの日とか土曜日金曜日だけちょっとアルバイトとか、そんな感じになっていっちゃうんじゃないのかなっていうふうに思う。だからもうピン中の皆さんももうお店にね、地方でやってるエリアもあるけども、やってないエリアのピン中の人たちもね、もうフィリピンパブに行かなくても大丈夫になってきちゃった。なんかフィリピンパブワクチン打ったみたいな感じ。だからもう行かなくても大丈夫になってきちゃったから、もうお客さんももう前みたいに頻繁に行かなくなっちゃうんじゃないのかなっていうのがタカの考えなんだよね。だからまあお店今でもやってるエリアでも、前に話したエンプレスね、あの取材に行った、ママの話ね、でもやっぱりコロナ前から比べたらお客さんがすごい減っちゃってる、もう常連さんしか来てくれないような感じって言ってるんで、もう増えることはないけど残念ながら減ることは可能性が高いのかなっていうふうに思って、すごい残念に思います。もうね、1日もうワクチンもね、結局市町村によってはね届かないとかね、ドクターは集めたのにワクチンが届かないとか、いろいろぐちゃぐちゃになっちゃってますし、政権の支持率も下がってるし、なんかねこれ日本この後どうなっちゃうのかなっていう不安ですよね。もう寂しいよね。だから僕のピン中の知り合いなんかももうやっぱり1年以上フィリピンパブ行ってないとか、半年以上行ってないとかっていう人も結構いるけど、もう行かないが普通になってきちゃってる状態なんで、これからどうなるのかなっていうすごい不安。もうフィリピンパブ場自体、フィリピンパブ自体がどん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 なくなっていっちゃって、ね、前の韓国パブとかさ、タイパブとか昔いっぱいバブルのことあったけど、今減っちゃったもんね。だからフィリピンのお店もそうなっちゃわないように、そうなってほしくないなっていうのがタカの願いです。はい、皆さんはどう思ってるんでしょうね。であとはですね、地元の五港近辺、松戸五港近辺のちょっとまたお店調べてきました。でまずは駅をね、五港の駅、東口降りてすぐ左側にあるインフィニティさんは、7月12日まで、延長しますと、お休みを延長しますと張り紙が張り替えられてました。でその系列の、すぐ脇にあるパルフェっていうフィリピンレストラン、こちらも張り替えられてました、7月11日まで。ただ7月11日で終わりそうもないんですよね。また継続みたいな感じですよね。でその後、ロータリーの向かい側のブラックラックさんはなんかやってんだかやってないんだかよくわからない状態ですね。なんかもうお店が死んじゃってるような感じにも見えちゃうんですよ、悲しいことに。でその脇を入ってってみずほ銀行の方、田舎っぺの上にある、まずパブ金太郎、これがねよくわからない。昼間はやってるんですよ、カラオケ喫茶みたいな感じで。夜がねなんかね8時までって書いてあるんですけども、もう7時過ぎに女の子が出勤してくるんですよね、フィリピーナが。ということは8時までって書いてあるけど、もしかしたらまあ大人の了解で、それ以降も開けてるのかもしれないのかなって、まあ憶測です、まあはっきりしたことは言えません、聞いたわけじゃないんで。
ただね、8時で閉めるって書いてあるのに7時過ぎに女の子がね 2,3 人出勤してきたりしてるんで、うーんって思います。でその上にある4階にあるパルフェは、あ、パルフェ、ポシタノさんか、ポシタノさんはやっぱり張り紙がねそのままになってましたけども、なんか閉まってる感じ。ただちょっと聞いた情報によると、まあ常連さんとか電話があった時は開けるとか、あの金曜日土曜日ちょこっと開けるとか、そういう話も聞いてますね。でその下のまあ2階のアイリーストアさんはやってますけども、一応まあ8時まで、はい、うん、フィリピンレストランね、やってますね、アイリーのとこね、最近あの子供生まれてね、幸せファミリーだね、はい、そんな感じ、ハッピーファミリーね、そんな感じかなと思いますね。あとはね、それもうちょっと先に進んだ左側のビルね、トロピカーナ、トロピカーナはやってるらしいです。やってるらしいです。あそこフロア広いんだけど、まあやってるみたいですね。はい。でその系列のカマヤンっていうレストランもなんかやってるらしい。やってるらしい。はい。で線路の方の脇の方に行った、パッチワークさん。パッチワークさんもよくわかんないんですよね。なんか週末だけやってるっていう情報も聞きます。はい。で、あとちょっと外れるんですけど、オレンジカフェってちょっと南マスオ側の方に、フィリピンレストランあるんですけども、ここもまあ本当にイレギュラーで、たまになんか誰か誕生日のパーティーとかやるときだけ開けてるような感じ、あとは閉まってる感じですね。で、あとはもう、実り台の方はもう閉まりまくっちゃってますんで、あのどこもかしこも閉まりまくっちゃってますんで、もう本当にフィリピンレストランとかバーとかでももう貸し切りでどうしても開けてっていうお願いをしない限りは開かないような感じみたい。だからもう平常営業してるところっていうのは、まあ聞くところによると、僕もお店の中入ったわけじゃないんだけど、五湖近辺だとトロピカーナさんぐらいなのかな、あとはちょっともうイレギュラー的な感じなのかなっていう風に思います。ただトロピカーナさんもね、まあちょろっと見ててもお客さんが入っていく様子もちょっとあまり見受けられないので、なかなか経営も厳しいんじゃないのかな、女の子少ないんじゃないのかなっていう風に思います。はい。まあ千葉でもね、まあ千葉市の富士見町とかね、あの栄町の方はまあやってるお店もあったり、あの金土だけ来る女の子がいたりとか、そういう話もちらほら聞くんですけど、まあ大体大まかに言うともう閉まってるお店が多いです。あと成田方面は、まあこの間あのエンプレスさんも含めてやってたりもするんですけども、お客さんの入りが悪くてもうすごい経営が大変っていう話は聞きますね。まあ地方都市なんかでね、あのタレントさんがいるところはやってるところ多いみたいですけども、まあ自分の住んでる千葉県松戸近辺とか千葉市とか船橋も多分半分以上閉まってる。でちらっとこの間先々週かな、小岩もちらっと見たけど、なんか、ほとんど閉まってる。フィリピンレストランも閉まってる、小岩ね、江戸川区の。そんな感じでしたね。はい。まあだからちょっと、まあフィリピンレストランはまだやってるところがあったりもするんですけども、フィリピンパブに関しては空いてるところが非常にごくまれ少ない。このままちょっと本当に絶滅危惧種になってほしくないんで、この文化、フィリピンパブっていう文化なくなってほしくないんでね、まるちゃんね、頑張ってほしいんだけど、もうちょっとコロナが落ち着かないとね、もうワクチンもどうなっちゃってるのか分かんないけど、遅れてるんだかなんだか、ごてごてに回っちゃってる状況なんでね、まあオリンピックもどうするのかよく分かんないですしね、まあやるんでしょうけども、っていうことです。今日のブログは、フィリピンパブ城絶滅危惧種っていうタイトルでやらせていただきました。まーちゃんどう思う？フィリピンパブで働いてる人みんなもうお店戻れんのかな、もういつになるか分かんないよね、いやワクチンがまだ取れないんだったら、長くなるかもしれないね。そうだよね。まあそんな感じでみんな欲しいよワクチン。いかもワクチン欲しい。ワクチン欲しい。まあしょうがないね。じゃあ私のワクチンでいいかな。ダメでしょ。あ、そっか。私とりあえず予定通り行けばちょっと来週ちょっと1回目ファイザー
ちょっと受けてきますんで、予定通り行けばね、予定は未定なんで、はい。で、以上で今日のブログを終わりにしたいと思います。ファイザーだっけ？はい。ワクチン。ファイザー。うん、ファイザーやった後にアストロ、アメリカでしょ、うん、ファイザーやった後にアストロゼネカやりたいんだけどね、2回目。あ、そうなの。それがいいんだって、うん、ファイザーをやった後アストロゼネカを やると違うのをやるとすごい効くっていうなんか見解がヨーロッパで出てるんでね、まあ、日本はそういうことやってくれないけど、まあそんなんだったら最高です ね、はい、だってヨーロッパはもう大丈夫だよね。いや、イギリスが今また上がってきてるよ。増えてる。でもアメリカはアメリカ もう大丈夫じゃん。でもイギリスがまた、だってもうこの1ヶ月で10倍に増えたって、コロナ。あれ終わったんじゃないの？終わ 60% だってっていうことです、うん、はい、もう終わんないね、本当に、うん、本当ノイローゼになっちゃうよね、みんなね、うん、頑張りましょう、ピンチの皆さんね。で、最後まで聞いていただいてありがとうございます。私たちマリアンド高のファミリーに入ってください。チャンネル登録です、よろしくお願いいたします。グッドボタンも忘れずお願いいたします。はい、本当それね、大事なことです。私たち本当ブログやりがいになるんで、ぜひお願いいたします。では最後のポーズいきたいと思います。せーの、バイバイポーズ。